え、お兄さんはなんか呼べないんですか？あのかご家族とか。呼ばれへん。呼ぼう。え、それ、あのそれか車のこの保険屋さんは？だってこのままじゃ家どこまでかかるんですか？あと何分かかるんですか？距離、あの場所は聞かないですけど。大阪。大阪？いや大阪はここは大阪ですけど。門真。え、門真まで絶対走れないですよ、こっから門真は。こっから門真までは走れないよ。門真まで帰るって言ってるから絶対この車じゃ無理だよね、門真なんて。そう。そう、絶対危ないって。そう、今こだって絶対走り続けられるわけ。あ、そうな、お酒は入ってないんだ。とジャフか。そう。そうそうそう。わ、それで。これが住まいもタイヤが。そうそう、ちょっと危ない。あ、今危ないですよ。そう、左にもうちょっと寄せて。なんか固くなにジャフとかを呼ぶことをなんかこと拒否ってるんだよ。というかもういい。大丈夫ですか？免許も？そうそう。そう、あれ。え、もうそれでいいじゃん。それで止めれば、お兄さん止め、え、え、ちょっと、何やってんの？やばい、やばい。おい。え、え、やばいやばい。絶対ぶつかる。おい。おい、危ないですよ、みんな避けて。うわ、警察呼びな、もう警察、早く警察呼びな、早く警察呼びなって。あれはやばい、皆さん気をつけて、避けて、避けて。おい、おじさん、やばいわ、警察呼びな。あれもう本当に、あれ絶対なんか酔っ払ってるんだよ。ちょっと止まれ、離れな、ちょ、周りの人に声かけて、早く。やばいって、その人おろしだ。え、誰か引かれた？あ、倒しちゃったんか。え、やばいけど。え、ちょっと待って、もう警察呼びな。かけな、電話。かけな。おじさん大丈夫ですか？え？今、だからさっきまでは停止してたから、降りてくださいって言ったんですよ。そう。危ない事故を取って。そう、だから、今かけるんですけど、さっきは降りて、JAF を呼んでくださいって止めたんですよ。そしたら、走り出して逃げちゃったの。はい、そう。警察もかけな。警察かけな、本当に。警察かけな。大丈夫です。いや、今ね、もともとタイヤがパンクしてたから、止めて、そこに路上に寄せさせたんですよ。ほんで、自分で電話したり、ジャフ呼んだりしろって言ったら、走り出して逃げちゃったろ。で、今そこぶつかって、ここぶつかって。そう。知らん人。てか、知らん人が、タイヤをパンクして、そんで赤信号で止まったから、まずこのお兄ちゃんたちがね、おじさん割れてますよ、つって。で、路肩に寄せな、つって今寄せてて、うちら3人で対応してたら、そしたら、あの、じゃあ、あの、何？バーって逃げちゃったの。運転手は意識あるんですけど、多分ワンキャンだけ入ってるし。かもしれないです。